どうも、オナです。私はですね、今韓国インチョン国際空港に来ております。それでこの動画については9月の14日金曜日にね、あの動画撮っておりまして、ここのインチョン空港にいるってことは飛行機に乗るわけですけども、今回はこのインチョンから関西国際空港にね、帰ります。関西国際空港、皆さんご存知の通りね、今台風のせいで水没してね、現場の方々はね、必死に働いてね、復旧をね、しておると思います。本当にお疲れ様です。関西国際空港、基本的にはね、ほとんどのフライトが欠航になってるんですけども、第2ターミナルがね、比較的被害が少なくて、ピーチは第2ターミナル、もともと使っているのでね、ピーチに関してはもうほとんど飛んでるようでございます。それでチェジュ航空、今回ね、私利用してね、あの帰るわけですけれども、そのチェジュ航空についてもちょっとね、第2ターミナル第1ターミナル使うかちょっと分かんないんですけど、普段は第1ターミナル使ってるんですけどもね、なんかこう第2ターミナル臨時に使ってか、それとも第1ターミナルがね、一部もう復旧してかが分かんないんですけども、今回ね、欠航にならずにね、あの帰れるというわけでございます。欠航にならずって言ってもね、私の場合もともとイースター航空っていうね、韓国の LCC 取ってて、それが2日前ぐらいにね、欠航の通知が来て、急遽ね、関西空港に帰れる方法はないかって時にね、チェジュ航空が臨時でこの日飛ばすということで、今回ね、思い切って航空券取って、関西空港にね、帰ろうかと思いました。というわけで、ね、今2時間半ぐらいまでなんですけど、本当にね、飛ぶのかってところと、やっぱりこう関西国際空港は今どうなってるかっていうところをね、あの皆さんにちょっとね、お伝えできればなみたいな感じで思っております。それでまあね、私先ほどあのイースター航空に2日前にキャンセルになったって言いましたけども、結構だから今どうなるか分かんないっていう状況の人が多いと思うんですよね。関西空港からこう海外旅行とか行かれる人でも、できれば、ね、1週間前とかにもうキャンセルとかね、発表されればね、精神的にはホテルもね、キャンセルできて楽なんですけども、現状としては2日前ぐらいにもうキャンセルかキャンセルじゃないか分かって、それでまあ2日前にキャンセルで私もなったわけですけども、ホテルとかもね、できれば早くね、あの連絡キャンセルした方がね、突然手数料とかも安いんで、そっちの方がね、いいとは思うんですけども、なかなかそれがね、できてない状態で、結構ね、ツイッターとか見ても不満に思ってる人が非常にね、多く見受けられました。それについては本当にもう仕方ないのかなみたいな感じで思うんですけども、今回ね、チェジュ航空で私関西空港に帰れるというわけで、現状ね、ちょっとお伝えできればなみたいな感じで思っております。というわけでね、今からもう今2時間前ぐらいなんでチェックインできるはずなので、今からチェックインしてみたいと思います。本当にね、関西空港まだタイムテーブル見てないですけど、欠航になってないですかね。ちょっとそっちからまず確認してみましょうか、ね、今タイムテーブル見てるんですけども、今回乗るやつはね、 7C1306 便で大阪関西というわけで、こちらの午後5時出発のフライトとなります。他にもね、見てみたらこうアシアナ航空とかももう今日は飛んでるみたいですね。2日前ぐらいまではほぼもうピーチ以外は欠航みたいな感じだったんですけどもね、9月14日ということで、だいぶここでもうね、関西便っていうのはソウルからは復活してるみたいですね。知りませんでした。お客さんとかどんな感じになってるのかな、とりあえずはもうチェックインをさせていただこうかと思います。こちら搭乗券出てきました。出国することができました。なんかいつもよりもね、韓国人の人でも関西に行く人っていうのも実際はもうキャンセルしてたりとかね、北海道もだからね、今地震でね、今は機能してるとは思うんですけど、そこが新千歳空港がダメになったりとかで、外国人旅行者が減ってるって日本にねっていうこともあってか、ちょっと人もなんか少ない、関係ないかもしれないですけどね、ような気がします。でも実際は韓国人っていうのは本当に日本にね、たくさんの人が来てるので、結構だからね、最近インバウンドとかね、日本でこう盛り上がってきたところでこうなっちゃったんでね、非常にね、悔しいところでありますね。ゲートの前に来ました。今回127番というゲートからね、関西空港行き、本当に飛ぶみたいですね。この飛行機はチェジュ航空1306便大阪行きでございます。インチョン空港にはピーチもありますね。あれもおそらく関西空港第2ターミナル使ってね、来た便だと思います。
由して帰らないといけなかったわけで、まあ伊丹空港は国内線しか飛んでない、まあ国際線も飛ばすみたいな話もあるみたいですけどもね、あと神戸空港も、まあ本当にね、だからこのね、あの路線飛ばしてくれて私としてはまあ非常にありがたいっていう感じとなります。まあまたね、あの2時間ぐらいで到着すると思いますので、また到着したらいろいろね関西空港についてお伝えしようと思います。機長からのまあアナウンスがありましたけれども、特になんか条件付きのフライトとかそういったわけではなくて、確実にねもう関西空港にはとりあえずは到着できるような感じとなっているみたいですね。特になんか特別なアナウンスっていうのは今回はなかったです。お客さんはやっぱりね少ないんですけども、思った以上に正直、ね、人は乗ってるかなっていうふうなのがあの感想です。ほとんどがなんかこう日本人の方が多い旅行者みたいな人も結構いらっしゃいますね。どうやって来たのかなちょっと気になるんですけど、皆様この飛行機は間もなく分断加害際国際空港に到着いたします。シートベルトを腰の低い位置でしっかりと押してください。大阪へようこそ。現地時刻は午後6時28分です。シートベルト着用の際が消えるまでお席でお待ちください。またお降りの際はお忘れ物のないようお確かめください。ニュースタンダード成城航空をご利用いただき誠にありがとうございました。계속해서안내말씀드리겠습니다。더넓은하늘향해도전하는빌리얼라이언스회원사인제주항공은아시아태평양지역40개도시56개노선의취항에여러분을모시고있습니다또한순수항공운임의 5% 를적립해주는리프레쉬포인트멤버십은현금처럼바로사용가능하며비행원도탑승후적립이가능합니다아울러9월추석을맞아저희승무원의추천여행지는가족여행으로적합한후쿠오카입니다가까운곳으로또다른여행의시작을제주항공과함께해주세요자세한내용은제주항공앱을통하여확인하시고다양한할인혜택도누리시길바랍니다여행기준을바꾼유스텔사제주항공과행복한여행경험을나눠보세요고맙습니다空港に到着いたしました。まあ、ここまでね飛行機が少ない
関西空港というのはなかなか見れないというか見ないですね。まあ、それで思った以上にこう水とかは本当にもう全然なくて、地面とか見る限りはね、もう普通の関西空港だなっていうふうには思うんですけども、だからかなり復旧してるようなとても感じるような気がします。荷物ピックアップするんですけど、あんな感じでね、今日は第一ターミナルから私が乗ったチェジュ航空は1便しかね飛んでないみたいな状況であります。日本に入国いたしました。いやね、まあスタバとかはもう閉まってはいるんですけども、一方であの両替所とかはね開いてたりして、全然明かりもねもう普通についてますし、普通な関西空港かなっていうふうに思います。まああとはね、いかにこう就航が早くできるかってね、他の航空会社もそんな感じでかなみたいな感じで思っております。今回なんですけどもね、橋もまあ単価がこうぶつかっちゃってやられたということで、それも大きな被害となっているわけですけども、こんな感じでね、タクシーとリムジンバス、あと高速船神戸までね、神戸空港まで行くやつ、あと無料シャトルで臨空タウンまでね行ってるということで、ただ残念ながら鉄道はね使えませんよというふうに言ってるんで、鉄道使いたきゃ無料でねシャトルバス乗ってくださいというわけでございます。私はいつも梅田までのリムジンバス使うんですけどもね、それってあるのか、なんかありそうな雰囲気がありますけど、まあ素直に臨空タウンまで行って電車で帰った方がいいかもしれないですね。国際線の出発ロビーとかもね見に行こうかなみたいな感じを持っておりますので、ちょっとそちらに向かっております。あそこはジェットスターの国内線なんですけども、カウンターが空いてるんでフライトが飛ぶということでしょうかね。はい、ジェットスター、あと JAL のカウンターはもう普通に空いてるということは、フライトがなんか飛んでるっていうことなんですね。ここはレストラン通りで、ね、あのモスドとかあるところなんですけども、まあ、明かりはついてるんですけど、残念ながら店はやってないですね。こんな感じでね、まあ、時計なんて電池入れればいいじゃないっていうふうに私は思うんですけども、やっぱりそうはいかないんでしょうね。なんか時計が止まってたり調整中となってたりねしてますね。はい、あんな感じであそこも調整中となってます。ちなみに今18時54分なので、あの正確に合ってると思うんですけど、あんな風に調整中となっています。私がね今いつも関西空港でよくお世話になっているマクドナルドなんですけども、なんかここはもう電気が全くついてない状態ですね。臨時のなんか明かりみたいなのを使ってなんとかまあ歩けるようにはしているような感じでございます。それで奥にあるローソンについてはもう普通にね営業している、まあ結構ローソンで買い物されている人が多いですね。なるほど。ローソン自体は物はいっぱい、熊もんがいっぱいありますね。あ、でもそれ以外はあんまり物がまあなくはないけど、スカスカって感じですかね。はい、それでは3階にやってきました。ここもまあレストランとかショップとか多いところなんですけども、ダイソーはやってますね、残念ながら我らがボテジューについてもやっておりません。私がねよく動画をスタートさせている関西空港の国際線出発ロビーに来ておりますけども、まあここはね普通に明かりがついておりますけども、こっち側についてはもう真っ暗みたいな感じで、まあ、使い分けてね使っているようでございます。じゃあどんな便が飛んでるかチェックしてみましょうか。まあ、第一ターミナルピーチをね除く、あピーチも書いてるか、ほとんど欠航、プサン、香港とかでも欠航、
結構結構結構ということで、まあ、ほとんど飛んでない状態ですね。もう本当にチェジュ航空とあとピーチ、アシアナとか除いたら全然もうほぼキャンセルといった感じなんですけども、例えば今日の夜出発するホノルルとか飛ぶんですね。おお。あとはエアアジアとかも徐々にはなんか復活しているようで、特に明日のフライトも出発情報書いてるんですけども、おだいぶでもエアチャイナとかね、もう復活するみたいな感じですね。明日からもうほぼなんか復活しそうな感じがするんですけどもね、うん、まあでも欠航の便っていうのもまだまだあります。あそこにベイシャトルのチケットが売ってるんですけど、あんな風にテーブル出してもう手で売ってるみたいですね。なんとね、リムジンバスは通常通り出てるみたいですね。知りませんでした。まあ、リンクタウンまで行こうと思ったんですけど、無料シャトルバスでね、これで梅田まで行けそうなんで、もうこのままね梅田行っちゃおうかと思います。ただあんな風にいつも電光掲示板で何時とか出発とか書いてるんですけどね、それは表示されてないみたいですね。自宅に戻ってまいりました。リムジンバスに関しては特に遅れることなく梅田に着きまして、普通にまあ梅田から関空までも今は出てるみたいですね。なんかそこら辺の全然情報知らなかったんですけども、まあ、リムジンバスに関しては少なくとももう今は平常通り動いてるようでございまして、第2ターミナルから来たバスに乗ったので、僕が乗ったねバスに関してはほとんどもうお客さんがいて、多分全員がピーチを利用してね帰ってきたと思うんですけども、まあ、そういった感じでありました。バスじゃなくて鉄道に関しては今段階では止まってるようではありますけれども、それももう1週間後ぐらいにはね復旧するとかなんとかそんな情報もありますので、これね完全に復旧したとしてもなかなかね大阪が以前のようにね、まあ、こう外国人観光客で賑わうっていう風に戻るまでちょっとね難しいのかなっていうのは正直思うんですけども、まあ、私関西空港普段ね、まあ、お世話になっていますので、ぜひともね、まあ、これからも関空どんどん使っていきたいと思ってますので、皆さんもねぜひとも使ってみてはどうでしょうか。まあ、関西空港ね本当に見た感じだとかなり戻ってるような感じを個人的にはもう印象を受けましたので、見えない部分でねいろいろトラブルとかはあるとは思うんですけども、まあ、早くね復旧してほしいなみたいな感じで思っております。まあ、こんな感じでね今回の私関西空港の今というところをね9月14日現在でねお伝えしました。それでは。